とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、人平一人で、極閻魔に挑戦したいと思います。使うヒーローは、ワイルドボーイ。まあ、アニメでもね、後頭部編でちょくちょく出てきたりと、なかなか、使い勝手がいいんではないでしょうか。装備はこれ。まずは武器は捨て身だね。で、黄昏打ちを1つ、ワイルドアクトを3つだね。極力敵には近づきたくないので、黄昏乱れ打ちを多めの方がいいのかな。ちょっとそこ考えていきたいと思います。行きましょう。では、行こうかね。結局最後には22にしました。ワイルドアクト2の黄昏乱れ打ち2、2つずつが、まあまあちょうどいいかな。まあある程度離れてるときは黄昏乱れ打ちを打って、で、敵に近づいたときにはワイルドアクトを打っていくという感じ。あ、いや、これ黄昏乱れ打ちでも別にそんなダメージ変わんないかな。いや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 、ワイルドアクト強えぞ。やっぱりダメージはちょっと違うけどもいいか。っていうかあれだね、あのマゼラボルトと、あ、マゼラボルトとマゼラタイタンと同じで、通常攻撃である程度減らしていくっていうのも手だね。ほんと近づきたくないやつらなんで、こいつには通常攻撃でちょっと長期戦を狙っていってもいいのかもしれない。よっしゃ、ほんとね、近づきたくねえな。ダメージえぐいからね、ほんと。やば、あぶねえ。ちょっと待って待って待って、いくぞ。ワイルドアクトを、このね、まあまあダメージは高いからあれだけど、使い勝手はそんないい技じゃないのよね。なので、もうちょっとね、再使用時間、今後考えていただければいいと思います。ちょっと待って、豆使ってさ、いくぜ。豆使ってちょっとガシガシいっちゃおう。OK。だいぶダメージ与えたね。よし、じゃあここからはまた攻撃力アップを継続させつついきましょう。やっぱ通常攻撃でのダメージは、ワイルドボーイが一番当てやすいな、間違いなく。やば、あぶね。通常で打ってて近づいてきたらチャージで後ろに下がればいいもんね。これめちゃくちゃ使いやすい、ほんと。おっしゃ、オッケーオッケー、いいよいいよ、いいダメージ出てるよ。ワイルドアクトも入れやすい。結構エンマには本当ワイルドボーイいいぞ、すごい使いやすい。まあ、この11月アップデートの敵には基本的にワイルドボーイいいもんね。あー、いった、危ねえ危ねえ、チャージ食らっちゃった、危ねえ。ね、でもね、離れて打ってもワイルドアクトはダメージが取れないからね、要注意していこう。いいね、遠目からの黄昏乱れ打ち最高。こんな安全な技はないね。これ次のアップデートの時もまず初見でちょっとクリアしていくっていう時には、こっちのキャラ使っていった方がいいのか。でしかもワイルドアクトじゃなくて黄昏乱れ打ちを多めに入れていったら、あっ、わ、食らってる今避けたと思ったんだけどな。まあいいや、おっ、オッケー。攻撃力は維持しつつワイルドアクト、いい感じ。あ、いった、打った後の隙があんまないから、反撃されにくいっていうのもいいよね。あぶねえ、なんか食らったかと思った。
よし、バフも解けたし、そろそろ終わっちゃいましょうよ。でもここでね、あのキー抜いちゃダメ、ワンパンされるから。あぶねえ、もういつワンパン来てもおかしくないから。あ、やっぱなんかバフがね途中で切れるなと思ってたけど、これエンマの能力か、バフを消すやつがなんかあるのかもしんないね。はい、クリアです。ワイルドボーイ戦いやすい、戦いやすい。うん、マゼラタイタンも通常攻撃からのチャージ攻撃とかね、そういうのだけでいけるから強いわ。安定、安定の強さ。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。